鞘山入間川七夕祭り。鞘山市入間川七夕祭りは、埼玉県鞘山市入間川地区にて8月が1、日、土曜日11時から21時30分、日曜日11時から21時に実施される七夕祭り。関東三大七夕祭りの一つに数えられ、すでに江戸時代中期には飾り付けが行われていたことが判明している。鞘山市駅前から、 七夕通り、七夕通り商店街、鞘山一番街、埼玉県道340号中にいがいる間川線を中心に、約二2キロメートルの沿道には、商店、事業所、市民が出品した130本を超える竹飾りで埋め尽くされる。竹飾りコンクール、農業花火大会、小学生による古敵体パレード、民謡流し、泡踊りコンテストなども実施。 毎年40万人ほどが訪れる。狭山市駅西口の市民広場と西武バス七夕通り商店街停留所。祭り開催中は運休前の祭り広場、入間川七夕通り商店街、新興組合駐車場が主会場となる。8月第1土曜日、日曜日に開催。竹飾り展示時間は8月第1土曜日が11時から21時30分。 日曜日11時から21時。元来旧暦による月遅れの七夕行事であり、長らく開催日は平日、休日を問わず8月6日7日に固定されていたが、客足を伸ばす目的のほか、路線バスが通行する道路を塞ぐことから、当日の交通上への影響が大きいため、平日を避け8月第1土曜日、日曜日に変更された。またかつては、 開催時間も8月6日は10時から22時30分、7日は10時から22時と長時間に及び、両日とも路線バスの運行がほとんどできなくなっていた。8月第1土曜日、日曜日に変更されてからは朝、夜の路線バス通行時間を確保するなどの交通事情の都合により、土曜日11時から21時30分、日曜日は11時から21時となっている。 農業花火大会は土曜日の19時から20時頃まで入間川河川敷より花火を打ち上げる。打ち上げ数は約3000発、大玉60発の花火早打ちも開催される。悪天候の場合は日曜日に順延となる。小学生による古敵対パレード民謡流しは土曜日午後、阿波踊りコンテストは日曜日夕方に行われる。 行事としての起源は、はっきりしていないが、七夕祭りとしては、先代七夕に次いで、古くから行われているものとみられる。中世に開かれた鎌倉街道上道、入間川塾以来の旧入間川村の商店、宿屋など、江戸時代中期頃から一斉に、七夕の飾り付けを行っていた記録があり、おおむね現在の埼玉県道340号、中新田入間川線、 旧国道1十六号指定区間沿いを範囲としていた。古くは一メートルほどの竹に短冊を吊り下げ、五穀豊上や無病息災を願い、祭りが終わると、魔除け焼き嫁払いの意味から竹飾りはすべている間川に流していた。現在は河川環境、水質保護の観点から行われていない。明治時代以降も道理沿いの商店などの行事として存続し、当時の写真も残されている。 1894年、明治27年、入間川村に川越鉄道が開通し、入間川駅、現、や山市駅が開業。1901年、明治34年には、入間馬車鉄道も開業し、公共交通機関が整備されると近隣町村からの観光客が集まり、賑わいを見せるようになった。竹飾りのみならず花火の打ち上げや、古敵対パレード、 阿波踊りコンテスト、和太鼓、ダンス、林など郷土芸能の披露等の催しもプログラムに組み込んで祭りとしての規模を拡大し、現在に至っている。戦後の1954年、昭和29年7月、入間郡入間川町、入間村、堀金村、奥富村、柏原村、水府村が合併し、狭山市が発足。これを契機として、 狭山市観光協会主催、狭山市入間川七夕祭り実行委員会運という、現行の開催体制が確立した。長らく、入間川七夕祭りと呼ばれ、もっぱら、入間川の行事として認識されており、かつては、隣の入間、入祖地区の入祖駅前においても同日に、別個の七夕祭りが開催されていた。入間川地区同様に、竹飾りコンクールや、 民謡流しも行われていたが、その後入れ添駅前の七夕祭りは廃絶し、8月下旬、開催の夏祭り、入り添祭りに移行した。その、入り添祭りも入り添駅周辺地区整備事業の遅延、及び中止などが影響し、開催場所確保が困難となり、2011年をもって、中断。以後は、入り添駅前の商店、農協。 や山茶業農業共同組合が開催するイント等に変更されている。や山市内の小学校では、児童の夏休みの図画工作の宿題として、七夕の絵があり、提出後に、や山市教育委員会より記念品の鉛筆2本が配られる。七夕の絵であればこの祭り自体の絵でなくても良いが、祭り当日には多くの子供が訪れ、竹飾りや祭りの様子を写生する姿が見られる。 幼児から小中学生を対象とした、市主催の絵画コンクールも行われている。しかし2000年代以降は少子化などが影響し、子供の来場者が減少した。このため市政志向50周年を前に改めて、や山市民の行事として位置づけ直し、や山市入間川七夕祭りの故障を用いるようになり、入間川に限らず、市内全域の小中学校や、事業者などからのたけりや、 短冊の出品、泡踊り参加などを募るようになった。2008年、平成20年には、や山市観光協会により、や山市中心市街地活性化推進事業、イメージキャラクター、ゆる、キャラとして、七夕祭りをイメージした観光大使、七夕の妖精オリピーの使用が開始され、2013年、平成25年にはこの、七夕の妖精オリピー、いを、 や山市公式イメージキャラクターに制定した。また祭り初日の土曜日には、や山市長や市議会議長、選出埼玉県議会議員らも出席する、開会式を行い、や山市を象徴する行事、市民祭の色祭を告している。2012年には、や山市駅、西口地区再開発事業が完了し、駅前に市民広場など、新たに会場が整備されたほか、 道路整備や旧市街地の住民移転に伴い、これまで参加していなかった、自治会の商店、ことしゃ、住民らも竹飾り出品に参加するようになっている。2017年には、埼玉県立や山高等学校出身のタレントデビット伊藤が、や山市観光大使に就任し広報活動を展開したほか、新たに短冊記入コーナーと写真撮影コーナーも会場に設置し、 来場者がその場で祭りに参加できるようになった。2018年には、浴衣コンテストや鞘山青年会議所による、鞘山大好き、天の川スラダー、ウォータースライダーなど新たな企画も加えられた。七夕通り商店街、鞘山一番街と呼ばれる、埼玉県道340号中2が、入間川線沿いの商店や家々の両側のの木、あるいは、 両側の支柱に竹座を渡して、くす玉飾りや吹き流しなどを吊るす、やらい飾りとする江戸時代以来の飾り方を行っているほか、一般的な竹飾りもある。入間川では、七夕以外の行事でもその時同期の世相を示す、作品を作る習慣があったため、七夕も同様に世相やニュースをあしらった竹飾りが多い。こうした竹飾りは、 旧入間川町時代の1950年から登場し、現在の七夕祭りの原型となった。モーター仕掛けの飾りや電飾なども多用されている。商店などでは、祭り当日まで他人に飾りを見せないしきたりになっているという。竹飾りの材料には、ビニールなどが利用されるが、必ず紙も使い、竹の先端に共通の魔除けの飾りをつける決まりになっている。 2015年には、佐山青年会議所の企画、主催により高さ約20メートルの日本一巨大な竹飾りの制作、展示が市民2161名によって行われ、日本一高い竹飾りとして有限会社バードランドが下する日本一ネットに登録された。日本一巨大な竹飾りにも高さ約20メートルの先端部に魔よけの飾りが付けられた。 七夕通り沿いに百を超える露天がの木を連ねる。七夕通り沿いの天満天神社境内に、お化け屋敷、お化け大会も作られる。一人五百円で入場でき、入って、すぐの入り口で妖怪が飛び出してきて脅される。子供たちにはとても人気である。ゆるキャラ、観光大使、七夕の妖精オリピ、糸の記念撮影コーナー、農協の物産コーナー、救急隊、消防団、 ボランティア関係のブースも設けられる。や山ケーブルテレビが当日竹飾りや農業花火大会、民謡流し、泡踊りコンテストなどを会場をめぐって生中継し、竹飾り制作や泡踊り参加団体の練習の様子、市長や主催者からのコメントも紹介される。後日ダイジェスト番組も放送している。西部新宿線さや山市駅下車。 西口側からそのまま会場となる。祭り会場となる道路は、当日車両通行止めにし、歩行者天国となるため、狭山市駅西口に通じる、西武バス路線は一部区間運休、折り返し、臨時便運転となる。狭山市駅においても、旧駅舎当時から、駅構内にて、七夕の飾り付けを行っている。2010年に竣工した橋上新駅舎には、 七夕の飾り付けが可能な仕掛けを設けている。また同年の新駅舎教養会指示より、入間川七夕祭りにちなみ同様、七夕様を発射メロディに変更した。この発射メロディは季節を問わず通年で使用されている。また改札内コンコースには七夕飾りをデザインした、ガラス壁面がある。駐車場は、や山市役所一般駐車場に130台分、有料の他は、 ほとんどないため、公共交通機関での来場が呼びかけられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。